皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。うまい人っぽく見せるコツということで、今回は笑顔を見せるという話をさせていただこうかなと思います。笑顔で弾くということです。どういうことか、極端に悪く言うと、その肩がこう縮こまって、背中が丸まって、なんかこう両手をがめして、ね、猫を覗き込むように弾いてしまうと、やっぱりこう、こじんまりしてしまうんですよ。これはこれでもちろんいいんですけれども、ライブのときとか、人前で演奏するときに関しては、やっぱりこう胸を張ってこう堂々と弾いてたほうが、なんかこう背中から、俺、余裕で弾いてますみたいなオーラが出て、なんかかっこよく映る場合が多いと思うので、こういう状態にならないためにはどうしたらいいか、こういう状態を脱却するためにはどうしたらいいか、そんな話をさせていただこうかなと思います。とりあえず順番にお話をさせていただきますと、まず1つ目としては、手元を見ないということです。手元を見ない。普段、ご自宅でギターを練習するときから、手元を見ない練習というのをすると良いかなと思います。なんかこう周りを見渡したりとか、楽譜見ながらとか、テレビ見ながら、誰かとしゃべりながら、もう何でもいいので、そのギターを弾いているこの両手をできるだけ見ないようにして、ギターを弾くと。こんな感じで弾いていくわけです。そうすると、やっぱり背中からこう、俺余裕ですぜみたいなオーラが出てきて、見てる側からしても余裕が感じられる、いい演奏になることが多いと思いますので、できるだけ手元は見ない。基本的に手元は見ないということです。やっぱり右手、左手、ガン見してしまうと、どうしてもこう、ネックを覗き込むような形になってしまうので。ちょっとこう、こじんまりしてしまうと。もちろん、そのポジションが。ポジション移動が激しかったりとかするときには、もちろん手元を見てもいいんですけれども、基本的に見ないということです。もしくはその、すごい集中して弾かないと、弾けないような難しいフレーズだったりするときには、手元をちゃんと見ながら失敗しないように弾いて、でそれが終わったら、終わった。終わった。みたいな、こんな感じで。弾くわけなんですが、基本的に手元を見ずに弾くだけでも、だいぶその演奏から余裕が感じられて、普通に聴いていてもかっこよくなるかなと思います。よかったらやってみてくださいませ。2つ目、自然に弾くということです。自然に弾く。自然に弾く。はい、自然。合ってる、合ってる。自然に弾くということです。ギターを弾くならば、普通に立っている状態とあんまり変わらない感じで弾く。座ってギターを弾くならば、座っている状態とあんまり変わらない感じで弾くということです。ギターを持った瞬間に、この体中がこうわっと縮こまってしまう人、力が入ってしまう人って結構いらっしゃるんですけれども、座ってギターを弾くならば、普通に座っている状態と全く変わらない感じでこうギターを弾くわけです。こうギターを持った瞬間に、ふぅってなるんじゃなく、何も構えずに、すごいナチュラルにギターを弾くと。で、あまり手元を見ずにギターを弾いていって、普通にギターを弾いているときでも、すごいナチュラルに。弾いていくということでございます。こう体に力が入ってしまうと、やっぱりそれだけでこうぎこちなくなってしまったりとかするので、そうならないように気をつけるということです。リラックスということですね。早弾きをする方とかちょっと気をつけていただきたいんですけれども、早弾きなんか その細かいフレーズを弾くとき、結構体がガチガチになってしまう方多いので、気をつけてください。特にこの首から上といいますか、具体的に言うと顎とかだったりとかするんですけれども、本当極端に、これは本当に極端ではなく、本当にもう本当にこんな感じで早弾きを弾いているときにこう顎が。という感じで動いてしまう方とか、あとこの口が開いてしまう方みたいな方とか、これ本当に大げさではなく、本当に結構多いんですよ。なので、その難しいフレーズを練習しているときは、ちょっと我に返って、俺は今、自然にギターが弾けているだろうかと、なんかそういうことを、ね、自問自答してみていただけると良いかなと思います。あと、カッティングの細かいフレーズのときもそうですね。結構、肩が急にこうグッと
なんか力入ってしまう方結構多いんですけれども、そうならずに、ハイ弾きするときにもナチュラルに。やあ、どうもこんにちは、滝沢です。くらいの気持ちで、早く弾いたりとかできるといいかなと思います。力を入れずに自然に弾くということです。で、3つ目、これが最後なんですけれども、楽しそうに弾くということです。楽しそうに弾く。まあ、一番最初に言ったその笑顔で弾くということなんですけれども、このギターを弾いていること自体を楽しんでますぜみたいな感じの印象が体中からこうブワッと出てくると、見ている側からとしてもすごい余裕が感じられて、いい演奏に聞こえる場合が多々あるんですよ。まあ、楽しそうといってもそうなんですか。その家でこう、ね、一人でこうギターを練習しているときにこうギター弾きながら、あははギター超面白い、やべえ、あはは、半端ね、笑いが止まらないぜ、ソファリーなんてやる人はなかなかいないと思うんですけれども、まあ、その誰かそのバンドでリハーサル入ったりとか、そのライブに行ったりとか、ライブでこう演奏するときに関して、メンバー同士でこうお互いにこう、ね、笑顔が出てしまうぐらいにこう楽しそうに弾くと。そんな感じにそれだけで見てる側からしてみたら、結構かっこよく余裕があるように映るかなと思います。なので、まあ、家で一人で弾いているときはそんなに楽しそうにする必要はないんですけれども、まあ、誰かとこう演奏する機会があったら、なんかこうできるだけこう楽しそうな感じで、まあね、なんかこう楽しそうにしてくださいというのはちょっと変な話ですけれども、まあ、その楽しい気持ちがあるんだったら、それを包み隠さずに今度バーンと前に出してくださいということです。そんな感じで手元を見ない自然に楽しそう。この辺を守っていただくだけでも、結構見ている側からしてみたら余裕が出てきて、なんかかっこよく映るかなと思います。なんかそれっぽく見えるかなと思います。もちろんそのテクニックとか、まあ、そういったことも大事ですけれども、変な話、すごい下手というか、あんまりこうテクニックが優れていない人でも、なんかこういうのができていると、なんかライブとかやったときにすげえこうな感じで、すごいステージ映えがしたりとかするんですよ。なので、まあ、ちょっとやってみようかなと思ったら、手元を見ない自然に試すと、この辺を実践していただけると、良いかなと思います。ではでは、そんな感じで、ちょっと短いですけれども、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、さようなら。